グリーブス級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。大西洋や地中海で紹介や支援任務に従事し、太平洋戦争開戦後には太平洋戦線で日本軍とも戦った。一番艦はアルバート・グリーブス提督にちなんで命名されている。ベンソン級駆逐艦のうち、 バブコックウィルコックス社設計によるグリーブスとニブラックを本級に編入せず一番艦をリバモアとしてリバモア級駆逐艦と呼ばれたりグリーブスとニブラック及び1939年度計画艦と1940年度計画によるブリストル以下の建造艦を分離して後者をブリストル級駆逐艦と呼ぶこともあるまたこの両者にベンソン級を合わせてベンソン リバモア級あるいはベンソン、グリーブス級などと呼ばれたりする。なお、アメリカ海軍では先に巡航した艦を艦級名とする艦修があり、基本的に建造を開始した時期や建造した造船所にとらわれない。ベンソン級のバブコックウィルコックス社設計艦を引き続いて建造したものである。要目は、ベンソン級と大差ないが、ベンソン級のベスレヘム造船立造館が、 ベスレヘム社独自の機関を搭載したのに対し、本級では汎用型の機関が使用された。1938年から1940年にかけてグリーブスとニブラックの2隻が建造され、1939年度計画艦、リバモア、エバール、プランケット、ケアニーの4隻が1940年に竣工。1941年にグリーンから ラドローとウィルクスからイングラハムの10隻が建造された。この頃、すでに次級のフレッチャー級駆逐艦が寄港されようとしていたが、世界情勢の緊迫により、駆逐艦兵力を即座に増強する必要があったため、フレッチャー級と同時に48隻の建造が進められることとなった。1943年までに全64隻が収益した。 戦型としては、選ロ老型を採用、また機関配置は、艦、機、艦、機のシフト配置とされている。建造時の武装は、ベンソン級に引き続いて38口径5インチ、単装両用砲5機、12.7ミ、mm、リメートル機銃10機、21インチ、5連装魚雷発射艦2機十門が標準。1940年度計画のブリストル級は、 建造時から5インチ砲と巨来発射艦を1機ずつ削減して収益。収益済みの艦もアメリカが参戦すると5インチ砲を撤去して4 0ト、mm、ル機関砲、2 0ト、mm、ル機銃を設置するなど対空火器の増設が行われた。このため、ベンソン級同様にトップヘビー機味という問題点が残された。本級も収益と同時に中立パトロールに投入され、 1941年10月17日に、ケアニーが U ボートの来撃により損傷した。アメリカが本格参戦すると、大西洋方面と太平洋方面に散って、各方面で、数軸国陣営と対決し、戦闘と事故で10隻を喪失、さらに戦後演習中の事故により、ホブソンを喪失した、また対戦中、エリソンを筆頭に、 軽府設艦や高速層海底に改装された艦もある。戦争終結後はいくつかの艦が他国に供与され、エリソンとマコームは海上自衛隊に供与の上、朝風型護衛艦、朝風、旗風として収益した。リバモアエバールグウィン、ありがとうございます。